はい、おはようございます。ラスカラでございます。本日の動画はですね、ラーメンを作ろうかと思います。今回は新潟のご当地ラーメンであります燕三条系、こちらのラーメンにいろいろねアレンジをしながら作っていこうと思っております。というのも、まあ、アレンジというよりもね、詳細なねレシピっていうのは僕は知らないんですよ、ぶっちゃけ。まあいろいろねネットとかで調べて、ちょっとねそれっぽいラーメンを作ろうかと思っておりますので、本場のレシピとは全然違うものかとは思うんですけれども、そこら辺はね寛大な気持ちを持って突っ込まないで見てもらえると助かります。はい、ってことで早速ね、今日もずんどうちゃんの出番でございます。で、今回使うお水なんですけれども、こちら優しい純水、今回使うこちらの優しい純水は硬度ゼロのね軟水なんですよ。この硬度というのは、まあ、お水の中にね含まれるいろんな成分、まあそれが入ってるか入ってないかってものなんですけれども、水分自体に旨味をどん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 詰めていきたいので、まっさらな、軟水を使っていこうと思っております。今回はこちらのお水をまず10リッターですね。はい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 、ほい、10リッター OK。で、次は食材ですね。まずはこちらの背ガラですね。これを2キロ。よよよ。ほい。続いてこちらの豚ロースですね。はい。で、こちらの玉ねぎと、臭み取りにこちらの青ネギですね。最後にこちらの生姜と。はい。それではスープに火をかけていきますと。今回は一番の強火で。今ね、お湯が沸いてきました。今回は強火でグツグツと煮て、アクを取らずに約2時間ほどこのまま煮込んでいきたいと思います。ということで、ただいま1時間経過いたしました。だいぶね、かさが減ってきましたんで、ここで背脂なんですけれども、約 1.5 キロ投入していきたいと思います。はい、ってことで、ここからさらにね、煮込んでいきます。ということで、ただいまね、沸騰してから2時間ほど経ちました。最初に入れていた肩ロースを出していこうと思うんですけど、昨日ね、作ったこれ、醤油の返しなんですが、こちらにね、チャーシューを入れていきたいと思います。今回作った返しの内容なんですけれども、醤油2に対して、本みりんを1、プラスアルファで、ニンニクを入れて、一煮立ちさせてから、最後ね、煮干しを加えて、冷やして1日置いてあります。チャーシューも、いい感じに火入ってますね。こんな感じでね、チャーシューを醤油に漬け込みまして、チャーシューにね、味をつけていくとともに、返しの方にもこうやってお肉のね、旨味が移るように一旦つけていきます。はい、あれからね、追加で1時間炊き続けました。とりあえずね、一旦火を止めましてと。先ほど漬けたチャーシューですね、こんな感じに仕上がってる。うまそう。これ以上漬け込むとね、しょっぱくなるかと思うんで、一回、醤油ダレの方から出しちゃいます。チャーシューちゃんもね、こんな感じで完成でございます。これで醤油の返しも完成でございます。で、まずね、この炊いたスープの背脂だけ別に取っちゃいます。はい、ってことで、今こんな感じでね、背脂は取り終わりました。では、続いて、こちらの小さい寸胴の方にスープをね、一旦こしていきます。今こんな感じで乳化したね豚スープが取れました。おおよそで多分ねこれ4リッターぐらいあるんですよ。燕三条系なんでね、ここにさらに煮干しを追加していきたいと思います。今回ね使う煮干しちゃんでございます。 200g、いりこを入れていきます。よいしょ。このままスープに再度火をかけていきます。今回ね、かなりこう、豚を乳化させていて、甘みが強いので、煮干しのえぐみを出して味のアクセントをつけたいので、普段ね、煮干しの淡麗とか、チンタン系のスープを炊くときよりも、少し温度を高めにして、スープをね、炊いていきたいと思います。そしたらね、今、だいぶ、スープも再度、温まってまいりました。まあ、味を見ながら、約1時間から2時間ぐらい、再度、煮込んでいきたいと思います。はい、ということで、ただいまね、煮干しを煮始めてから約30分ほど経ったんですが、結構ね、えぐみというか、いい感じに出てきたので、もういいかなと思いますんで、火を止めます。それで、またね、このスープを一旦こしていきますので、鍋に移し替えてと。ってことで、こんな感じで、
今回のスープ完成いたしました。ただ当初の予定よりも結構ね具材から味が出てくれましたんで、5時間半ぐらいか6時間経ってないぐらいですね、それぐらいで炊き終わったんでだいぶ助かりました。この後はねちょっとこのスープとかを味見しながら味を整えて、まずは嫁さんに食べてもらって、その後ね僕用のデカ盛りを作っていきたいと思います。はい、それでは嫁さんのねラーメンを作っていきたいと思います。今回こちらの麺なんですけれども、東松山にございます中華そば1363、こちらのお店がね燕三条のラーメンを出しているお店でして、先日ねあの撮影とかもさせていただいたんですが、その際にねこの自家製麺いただきましたので、こちらの麺を使っていきます。おーいった。 OK、 麺を茹でてる間にまずは小鍋で1杯分のスープと1杯分の油ですね、これを温めていきます。その間にと、まずは醤油の返しを準備しちゃおうかな。オッケー。で今回はこちらにね旨味調味料ハイミーも入れていきます。では先にスープと、はい、よし、オッケー、油と、玉ねぎとチャーシュー、岩のりですね。ってことでこんな感じで燕三条風ラーメン完成いたしました。おいしい、おいしい、おいしい、うん、麺太いよね。うん、うん、これ美味しいね。美味しい、うん、やったなんか多分分かりやすい美味しさだと思う。うん、何点？あ、これでも個人的には9、でも90点ぐらい。90点ぐらい、うん、来ました。90点、聞いた今みんな、やったぜ。はい、ということでただいまねラーメンの方が完成いたしまして、こちらの部屋に移ってまいりました。ね、だいぶねちょっと準備に手間取ってしまって、結構ねできてから時間経っちゃったんですけど、早速ね食べていこうと思います。でプラスお米もね用意してございますので、こちらと一緒に食べていきます。それではいただきます。まずちょっと自分で作ったねスープから飲んでみよう。スープ、うわー、よいしょ。うまっ。自分で言うのもなんですけど、めっちゃうまいわ。うん。豚の甘み、油の甘みはね、しっかり効いてるんですけど、煮干しのね、ちょっとした苦味とかえぐみが、いい感じに効いてて、これね、ぴったり。とりあえずこれ麺、麺、うわ、麺。茶色い。うまそう。うまっ、あ、うまっ。何よりこの麺うまいな。やっぱり1363の麺がめちゃめちゃうまい。うん、高水のねもちもちしたタイプの麺なんですけど、返しがね綺麗に染まるんですよ。これがねもううまくてしょうがない。うん、チャーシューも成功。ロース肉ですけど油も抜けすぎてないし、ちょうどいい。よかった、2時間で引き上げて。うん、うまい。ちょっとご飯のっけてライスバウンドですよ、これ最高にうまいから。ライスうまっ。うん、見てこの背脂、いやすごいすごいすごい。う
ま。正直今日のレシピはね、もう全くわからないところから始めてネットでね、いろいろ調べては見たんですけれども、決まったレシピってものはないので、やっぱ皆さん全然違くて、その中でも僕がね、作りたい、食べたいようなつまめ三条系のレシピをね、いいところをどん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 つまんでみて足してね、作ったラーメンだったので、正直ね、ちょっとできるまで美味しいか分かんなかったんですけど、安心した、もうスーパーうまい。ちょっとご飯をスープに浸して、もうスープひたひたでございます。もうちょっと我慢できないわ。今日もこちら行かせていただきます。それでは皆さん乾杯。うまい。煮干しと豚と合わないわけがないね、やっぱり。うまい。じゃあそろそろちょっと岩栗も絡めて。はい、煮干しの風味にめちゃめちゃ合う。またこの染まった麺がいいね。でもやっぱりこういうご当地ラーメンの良さって、どんだけね、まあ、食材とかにこだわって時間かけて調理してもどことなく懐かしさがあるんですよ。このホッとする感じがね、やっぱめちゃめちゃうまいですよね。なんかね、めちゃめちゃ今体がポッポポッポしてきた。やっぱ背脂系は体温まりますね。今回作ったこちらのつばめ三条系ラーメンって、まあ新潟県のね、ご当地ラーメンではあるんですが、新潟っていっぱいね、有名なご当地ラーメンがあるんですよ。まあ、五大ラーメンって言われるようなものなんですけど、あっさりラーメン、濃厚味噌、生姜醤油。で、今回食べてるつばめ三条にカレーラーメンですね。こちらの5種類がね、五大ラーメンって言われてるんですけど、いつかね、この5種類全部ね、作ってみたいね。生姜醤油も好きなんだよな。いや、ほんとね、新潟には美味しいラーメンいっぱいあるんで、旅行とか行く際は新潟で美味しいラーメンね、皆さんも食べてみてください。はい、ライス完食でございます。ラーメンももうないな。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、自作のつばめ三条系ラーメン完食いたしました。個人的にはね、今まで作った中でもトップレベルにね、自作の中ではうまかった。大成功の一杯でございました。こうやって自分でラーメンを炊くとね、ものすごく時間もかかるし、材料を準備するのも結構時間かかるんですけど、もうね、満足感とか達成感がすごい。でなおかつね、こんだけうまかったら僕は今日言うこと何もないです。最高でした。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。